唐津市で2500万円の詐欺被害です。今年3月中旬、唐津市に住む70代の女性が SNS を通じて知り合った著名人を名乗る人などから原油や金の投資を持ちかけられ、合わせて2500万円を騙し取られました。女性は利益を受け取るために必要と言われた手数料を振り込むため銀行から借り入れを行おうとしたところ、銀行員から詐欺ではないかと指摘され、事件が発覚しました。